もこんにちは、歴史くんでございます。2022年大河ドラマ最速大胆予想。2021年の大河ドラマの主役が渋沢栄一さんに決定いたしました。そこでですね、私2022年の大河ドラマの主役勝手に最速で予想しちゃおうかなと思います。まず大河ドラマの主役に選ばれる傾向っていうのをですね、私なりにちょっと分析してみました。特に最近の傾向ですね、まあ、時代はランキングでいろいろ見たところ、やはり戦国人気なんですね。3年に1回は戦国時代、そしてそれに次いで幕末明治ということで、まあそこら辺は人気であると。その中でもどういう要素が必要かというと、僕は大きく分けて3つあると思います。まず1つ、ファミリー感、家族で一致団結して頑張ると。例えば最近だと大河ドラマ真田丸、あれはもう真田昌幸さん、その子供真田信幸信繁いましたけども、大泉洋さんと酒井さんと草刈さんのやり取り面白かったじゃないですか。であと他の真田家の一族もみんなで一致団結して戦国を乗り切ろうという、あのファミリー感見てて応援したくなりますし、ほっこりする場面もあるし悲しい場面もあるということで、ファミリー感は絶対必須だと思います。そしてもう一つ何かと言いますと、メジャー感。これどういうことかと言いますと、その人自体が有名ではなくていいんですよ。例えば渋沢栄一さん、もちろん歴史好きには知ってるんですけども、一般の方からすると誰っていう方もいらっしゃるんですよ。ただいろんな偉人たちと絡んできますからね。代表的なのともうスタートが徳川慶喜ですから、もともと深谷のね裕福な家に生まれて、その後徳川慶喜に仕えてる時期があるんですね。ここで一気に世の中にグッと入っていくわけなので、なんかこう大河の渦に巻き込まれていくじゃないですけども、ワクワク感もあるということで、このメジャー感必須だと思います。そしてもう一つ必要なのがですね、女性の活躍、男性に負けないぐらい活躍するジェンダーレス感っていうのが僕は大切だと思います。まあ、以前から女性が主役になるものはあったんですね。女対抗期だったり、あとは足利義政の奥さんだった日野富子もね主人公になったりしてますし、さらに平成になってからですね、2002年年家と松、これ夫婦が主人公ですね。そして2006年光明が辻、これはですね山内和豊と千代ということで、これもまた夫婦の作品ですね。で、女性ががっつり主人公というのがですね、転機点だったのが篤姫です。篤姫がですね、これがまあヒットしたということで、これは2008年、そして2011年になると郷、そして2013年には八重の桜、新島八重さん、2015年は花もゆ、吉田松陰の妹がですね主人公になりました。そして2017年は柴咲コウさんの女上司直虎ということで、2000年以降ですねバンバン女性が取り上げられてるんですね。なので、まあ、女性がピックアップされる主役の選び方かなと思います。で最近光明が辻終わって以来ですね、夫婦が主役というのがないっていうのをね私気づいてですね、だとしたらそろそろ夫婦主役の大河あってもいいんじゃないかなということで、私の大胆予想、大本命の2022年の大河ドラマ主役、戦国時代から立花宗茂、立花銀千代夫妻、絶対楽しい。このお二人は一般的にあんま知られてないかもしれないんですけども、歴史好きが大河ドラマやってほしい人物アンケート取ると、立花宗茂はまあ上位に上がってくるんですよ。で福岡県柳川市が大河ドラマの誘致もしている注目すべきお二人です。立花宗茂というのは大友家に仕えてたお方で、その後柳川のお殿様になったお方です。で関ヶ原の戦いで西軍の方についてしまって、一回大名としてはお取り潰しになってるんですけども、家臣たちがですね貧乏なんで生活をなんとかなんとか支えてですね、その後立花宗茂さんは徳川秀忠の軍師的な相談相手的なお仕事をもらってですね、関ヶ原の戦いで西軍についた大名としては唯一元々の領地だったところ柳川に復活したお方なんですよ。なので、まあ、紆余曲折あるんですよ。大友家で活躍してた時で、大友家も島津家に追いやられて滅亡する寸前になりますので、その時のピンチもある。でお父さんのキャラも濃い立花道雪というのと高橋常雲というのがいるんですよ。で、そこの紆余曲折になって関ヶ原の失敗もある。ただそこから挽回してもう一回
大名になるという波のある人生を送った方ということで、大河ドラマにはもってこいと。で、奥さんの銀千代、この方も面白いんですよ。立花道雪っていう人の娘なんですけど、なんとわずか7歳で女城主になってんですよ。銀という字の名前の由来がですね、慎んで人の話を聞くということなんですけども、あんまりそういうタイプではないんですね。で、とにかく気が強くて、旦那さんの立花宗茂とはですね、まあ、あんまりこう気は合わなかったみたいなんですね。自分が最初城主になって大名になっている感じなのに、そこに婿に入ってきたんですよ、立花宗茂が。なので、まあ、ちょっとうまくいかず、柳川城ではですね、家庭内別居みたいな感じだったらしいんですね。ただまあそこはね、ドラマ上はこううまく描いていただきまして、で、この方は女武者を引き連れて戦場に行ったとかですね、加藤清正が銀千代を恐れて銀鳥がいる場所を迂回して進軍してったとかっていう、そういうお話もございますので、まあキャラの濃いお方で、秀吉も、秀吉ってあの自分の家臣の大名の奥さんにちょっかい出すことあったんですけども、銀鳥もですね、ある日呼ばれてですね、行った時にですね、銀鳥は全部武装して行ったらしいんですよ。それで秀吉を面食らって手をつけることはなかったという逸話も残されておりますので、まあキャラの濃い男勝りな、まあいわゆるジェンダレスな部分のあるですね、人物かなと思いますので、ファミリー感、そしてメジャー感、立花宗茂はもういろんな人に絡んでますからね、秀吉、家康、秀忠と絡んでますので、大河にはもってこいじゃないかなと思っております。2022年大河、お楽しみに。